はい、カレーですよのハッピーです。毎度どうも。カレーを食べました。カレーを食べるとね、食べ終わると甘いものが食べたくなったり、します。します。でですね、こんなのを見つけて買ってみました。山崎デイリーストアで買いました。はい。なんか、牛乳缶って好きなんだよね。でも、なかなか、なんていうか、普通にそのお店で売ってるようなものじゃないっぽい感じが僕はしてます。で、それが売ってたので、ちょっと嬉しくなって買ってみました。食べます。なかなかね、パッケージがいい線いってますよね。はい、よいしょ。まあね、まあほら、なんつうか、こう牛乳寒天なわけで、まあ見た目がね、どうのとかそういうものではないので、まあただこれだけなわけですけれど、はい、食べてみましょうかね。では、では、では、おお、お、プルンプルンだ、うわー、乗っかるかな、乗っかるかな。おー、プル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 としております。いただきます。よいしょ。うまい、うん、やんわりしたね、優しい味ですね。うんうん、あー、もうプルプル、うんうん、あうんうんうん、いやいや、これはたまらん、うんうん、たまらん。ということでご紹介したのは牛乳寒天、藤屋の牛乳寒天でした。美味しかったよ。